やだ。やだ。実は よっ。呀！毎度。やだ。始めようか。さて、thank you.
剣の騎士、押して参る。行くよ。覚悟はいいか。ここ。おお。良い戦いにしよう。行くぞ。はっ！私の番。行くぞ。剣の騎士、押して参る。行くぞ。ここからが本番だ。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。行くぞ。
良い戦いにしよう。行くぞ。覚悟はいいか。覚悟はいいか。ここから、おう、はこれで終わりか。さあ、始めようか。行くぞ。横一文字切れ。私の番。ここからが本番だ。行くぞ。これで終わりか。
回転ね。よし、行くぞ。覚悟はいいか。はい、覚悟、おっと、覚悟はいいか。はい、私の番。良い戦いにしよう。行くぞ。横一文字切れ。さあ、どうする。覚悟はいいか。覚悟、さあ、どうする。そこからよ。商人だからって甘く見てでしょ。
そうだ。何かご用ですか？ここアトラスダムの町の歴史は200年ほど前に始まった。このオルステラ大陸では一応古い部類に入るね。そんな我が町と同じくらい長い歴史を持つ町が8年前に滅んだ。その町の名前を覚えているかね、テレーズ君？はい。焦らなくていい。学ぶための授業なのだから、知らないことは恥ではない。答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。
ホルンブルグでしょうか。正解だ。ホルンブルグは忘れ去られた古代宗教、その司祭であった王族を中心に栄えた。一方我が町はフラットランドに住む平原民族によって、当時のフラットランドの部族数は、メアリー殿下お答えを。はい、8つの部族がいた、そう伝わっています。正解だ。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。8つの部族が長きにわたり争っていた。当時のグランポートは大陸中へその領土を広げようとしていた。皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。おや、もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。ご教授、ありがとうございました、先生。はい。素晴らしい。はい。お疲れ様です。やほう、喜んで。はい、それはいい質問だ。Thank you.
とうございます。いや、うんうん、ごきげんよう。おや、サイラスだ。はい。いやはや。なるほど。あ。おや、なるほど。はい、ありがとう。サイラスさん。うん？はい。実は。あれ？では。サイラス・オールブライト、参りました。入りたまえ。呼び立ててすまないね。何の御用でしょう、イボン学長。君の書いた魔法学の論文。なんだねと言われましても、お読みになった通りです。論文の内容を言っているのではない。論文に用いた参考文献のことだよ。
なぜあれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。いたずらに広めてよいものではない。論文で発表するなどもってのほかだ。あの資料の価値は認めます。だからこそもっと大勢の学者に。そんなことする必要はない。学院の資料は学院のものだ。しかしそれでは。くどい。これは何を言っても聞いてくれそうもないな。学長は知識を勲章か何か自分のみでめでるものだと思っている。知識は独占してこそ価値がある、そういう考えの方なの。申し訳ありません。以後気をつけます。ご用はそれだけですか？ああ、それだけだ。そうそう、書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。やれやれ、嫌がらせのためでもあったのか。はい、では失礼します。入りたまえ。失礼します。それで、あの、ええ。いや、それが、ふん、そんな、任せてくれたまえ。はい。さて、ほう。
なる。なるほど。なるほど。
サイラスさん。よし。そうだ。いや。さて、では。ほう。良い戦いにしよう。私の番。氷を切り裂け。
授業はこれで終わりだ。覚悟はいいか。戦いの準備はできているよ。ここからが本番だ。つらっ！さあ、どう出る？冒険の騎士、押して参る。さて、あっさて、どうしようやっ。私の番。この程度では不合格。戦いの準備はできているよ。さて、あっ！ちいくよ。いいこと見てる。なかなか考えが。おっ！
ここからが本番だ。授業はこれで終わりだ。やれやれ、アラゴトは好きではない。覚悟はいいか。はっ。やっ。大した強さ。合格点。氷を切り裂け。覚悟。せい。覚悟はいらない。私のピュッ。商人だからって甘く見てでしょ。さあ、授業の時間だ。行くぞ。よっ。よし。よろしくね。集中していこう。氷を切り裂く。授業はこれで終わりだ。さあ、回転ね。行くよ。覚悟はいいか。ここからが本番だ。よさあ、ここでどうだ。氷を切り裂け。そっ。いい勝負。授業の時間だ。さあ、どうする？
よろしくね。ここからが本番だ。横一文字切り。集中していこう。氷を切り。この程度では不合格。授業の時間だ。ここからが本番だ。千本槍。行くよ。はい。よろしくね。さて、どうしようか。はっ。行くぞ。せい。さあ、集中していこう。えい。大した強さ。合格点。剣の騎士、押して前。さて、どうしようか。氷を切り裂け。横一文字切り。これで終わりか。さあ、授業の時間。ここからが本番だ。よっ。集中していこう。氷を切り。この程度では不合格。戦いの準備はできているよ。なかなか考えがいがあるね。氷を切り裂け。ここか。ん？さい。よし。よろしくね。よろしくね。かくっ。あっ。集中していこう。氷を切り裂く。大した強さ。合格点。
ね。いくよ。さあ、どうする？の、失礼。さて。さあ。違う。実は、の、おや。いやいや、説得は無理そうだ。私の番。ここからが本番だ。横一文字切り。さあ、どうする？よろしくね。集中していこう。炎の燃え。ここからが。さあ、覚悟はいいか。行くよ。なかなか集中していこう。三日月を貫け。使っておこう。
覚悟はいいか。本気を出そうか。三日月を貫け。さあ、覚悟はいいか。十文字撃撃。これでどうかな。私の覚悟はいいか。さあ、集中していこう。氷を切り裂け。さあ、どうだ。使っておこう。さあ、どうする。使わせてもらう。さて、どうしようか。あっ、あっ、
ろしくね。行くよ。よろしくね。なかなか氷を切り裂け。さあどうする。よろしくね。さてどうしようか。授業はこれで終わりだ。確かに。そしてサイラスさん。ああ、ええ。まさか。ええ。これですね。ほう。サイラスさん。おや、なるほど。Thank you.
や。サイラスさんをお連れいたしました。入りたまえ。ご苦労だったルシ。ご用件は何でしょうか。サイラス君、私のもとへとある密告があった。密告？君が教師という立場を利用し、王女と男女の中になっている。ああ、それで学長はその密告とやらを。違うというのならそう言いたまえ。もちろん根も葉もないデタラメです。デタラメか。だがそうですかというわけにはいかなくてね。王族の醜聞など人々にとって格好の話の種だ。ましてや傷者になったかもしれない。メアリー王女のそんな悪評が立つなど絶対にあってはならないことだ。では学長、私の処遇はどうなさるのですか。そこに苦慮しているのだよ。公に罰を与えるわけにもいくまい。噂。それでしたら追放はいかがでしょう。表向きは調査のため町を出たということにすれば。なるほど、それは妙案だ。どうだ、これなら君の名誉も守られる。名誉ね。不満かね。いえ、不満はありません。むしろいい機会だと思いまして。どういうことだ、サイラス君。言った通りです。実は興味を惹かれる謎がありまして。ここにいては調べることができないと考えていたんですよ。なので、旅に出ようと思います。15年前に盗まれたという変国の書、その謎を追うのも悪くない。広めたい知識も伝えられないなら、このままここにいても仕方ない。そう、そうか。それで何を調べるつもりなのかね。とある本についてです。それでは旅の準備もありますので失礼いたします。サイラス、どこまでも読めない男だ。先生。おや、どうした、テレーズ君。先生が王立学院を去る。ああ、その通りだ。あ、ごめんなさい。
なるほど。噂の出所は君だったんだね。気づいてらしたのですか。いや、今の君の謝罪で気づいた。ただその理由がわからない。どうしてこんな真似をしたのかね。先生はいつもメアリー殿下ばかり見ているでしょ。私だってもっと。それであの話を。学長に嘘をつきました。ただ少し困らせたかっただけで。それがまさかこんな大ごとに。本当にごめんなさい。君は気にしなくていい。ちょうど旅に出ようと思っていたからね。いつか外に出て学ぼうと思っていたのだ。今回の話はちょうどいい機会だっただけだよ。調べたいこともできたしね。だから君のせいではない。気にやまないでくれ。それに私にも落ち度がある。君の気持ちに私が気づいてあげていれば。え、先生、それってまさか君がそんなにまで勉強熱心だったとは。え、私は君たちに平等に教えていた。そのつもりだった。だが殿下の熱意に応えたがために間違った印象を与えていたのだな。だとすれば確かに私が原因だ。もっと君の勉学への熱意をきちんと受け止めるべきだった。実は鈍い方だったんですね。では行くよ。これからも勉学に励んでくれ。はい、また会えますか。生きてさえいればね。何かご用。
煉獄の書について調べよう。魔導書のことならオデット先輩に聞くのが一番だな。彼女はクオリークレストにいるはずだ。訪ねてみるとしよう。なるほど。ほ。な。ほ。な。の。やあ。やあ。
ほう。な。おいおい。Not.